でもあの今ざっと説をもうねあの保護であると、まあ、つまり名詞説であると、えー、いうことをもうあまりにも大当たり前の前提のようにしゃべってきましたで、まあ、前提のようにしゃべってきたんですけど、まあ、せっかくだから整理してやめましょうね、まあ、こういうのはあの公文の授業とかでよくやるんですけど、えー、公文のねちゃんとやってるかどうか皆さんがちゃんとやってるかどうか分かんないのでちゃんとやっておきたいです、えー、やっておきたいテーマはこれ、まあ、一応役は終わってるんですけどねざっとの幅です ザッと判別結構大変なんですよでただ今ちょっとした話に関係のあることがちょっと利用できるんでおいしいんですえまずはですねザットはえ関係者とそれから接続者に分けることができます <laughs> 順番がこの上下なの怪しいって人いやまあいいんですよちょっといろいろ都合ってものがありますで接続者関係者で接続者関係者の ZAT を分けるのはとても簡単なんですえなぜかというとさっきここでやった f フ e r トエ t ー、e r ッ i エ w e n ウ e r w e ー、e ェ e r h o w e v e r の違いと同じような違いがあるんですよ で何かっていうとえ関係者のザットはえ後ろが不完全なんですえ接続詞のザットは後ろが完全なんですえこの違いをしっかり認識しておくとこのことはとても大切ですね後ろが完全か不完全かによってザットを分けることができるしかもあのこのたったこれだけの知識なんですがこの知識結構役に立つのはね実際に出てくる文中に出てくるザットのうち接続詞関係者のザットのうちの大体半数は関係代名詞なんですね 大体いい半分はこれで処理が終わっちゃうんですよ。後ろが不完全だと分かったら、ああ、じゃあこれ関係者いい。しかも、あの、関係者だと何が美味しいかっていうとですね、えー、必ずそれはこうなるんですね。M で、あ、いけない。こう書いちゃわかんないな。えー、ざっと説が、イコール M で形容詞なわけよ。えー、で、あの、 また筆者マシンになってないだろうね <laughs> と見たがそう書いたらそう書いたふーんとかいう人分かってたので、私がなぜ雑説は M で形容詞って書いたのか分かってるか大丈夫か自分で説明できるかやったでしょこの間関係詞ってのはなんだっけっていう定義をしたでしょだから一回目二回目の授業はものすごく大切なのねそこから先に出てくることの全部の前提になってるのこの間関係詞ってのは形容詞説の先頭に来る接続詞の別名であるちゃんと教えたでしょ だから名前が関係詞ってついたとたんにその説はもうただの M で形容詞になるわけいいしかもザットには役がないわけ関係詞だからそのまんま前へかければいいわけ実に簡単だよねいいかいそういうことになるのよでところがですね実は後ろが完全になった場合はそんなに簡単じゃないこれ厄介なんですこれでむしろそっちの話をしておかないといけないと思いますこれちょっと消しますよもうねで後ろが完全になってる場合はあの例のやつにかけるんですよ えまずは SOC になっているかえそれとも M になっているかえ実は今回の場合すでに「イズ」の保護にしたんですねもう今消してしまった分ですけどでこの SOC になった場合は「ZZ」ザット説はえいわゆる単純な面施設ですえそして「ZZ」の役は何たらということになりますいいか このザットにはちゃんと訳語があります、まあもちろんこの「ということ」というフルバージョンの訳をいつもするとは限りませんけどね、えー、今回だってねえー、こういうことを言う人は間違いだと間違っていると科学者は言ってるというふうに「と」だけにしてますけどね、えー、でもまあもとはということ」って意味なんですよ。ねでそれがあるとところがこの M になった場合、えー、この辺ちょっと例文を私皆さんにさ出してあげられないのでさすがにそんなそこまでの時間はないので <laughs> え自分でいろいろ探してみてくださいね参考書や辞書に全部出てます M にななった場合が厄介なんですすよまた2つに分かれるんですねでね実はあの前の名詞でかかるってやつがあるんですよ。で前の名詞でかかるで消していいでこれ言うと分かってるよそれはだから形容詞でしょってう違うんだそれがここがざっとの厄介なところなんですよ。なんでやったら形容詞ってさもうここで追い出してあるんだ。 形容詞説になる場合はところが後ろが完全で接続詞のザットなのに M でなおかつ前の名詞に勝っちゃうやつがあるんだよでそいつは何って言ったらその時のザット説はえ同格説ですで名詞形容詞副詞って名前じゃないんじゃないかって人はいえそうなんですがえ隠れているのは名詞説です同格の名詞説です でザットには役がありますえー、なんちゃら「という」っていう訳が。ね。しかもこれ言うとねじゃあね「ザット」にはさ接続詞になっても関係詞になってもねもうどっちにしたって前の名詞書かれるやつがあるんだから区別しなくていいじゃないかっていう人いやそうでもないんですよ。えー、ちゃんとこっち側に矢がないこっち側には「という」という矢があるという違いがある上に、えー、実はこの同角の「雑説は書かれる前の名詞の意味に制限があるんですねどんんなな名詞ででも書かれるわけじゃないんですよね。 まあその辺のいきさつや事情もそのうち明らかになってきますけど、えー、この3つの意味のどれかに該当する名詞以外にはか,かることはできません、えー、事実考え言葉ですね前の名詞が「事実」「考え」「言葉」といった意味の範囲のどれかに入っていないとか,かることができない、えー、というのが、ねえー、同格の雑説の説特徴ですでその他が出ますよねもちろん。 その他、えー、このその他もやっぱりまたざっとの場合いっぱいいるわけですよそれがだから大変なんだけどね、えー、もちろんその他は何って言ったら福祉施設ですで福祉施設というのはこの間も説明したように福祉というのはガラクタの集まりなんで、えー、いろんなものが混ざってます、えー、雑説のよにもいろんなのがありまして、えー、一つはこれと同じになるやつですねそうざっとと同じになるやつで、えー、目的ないしは結果を表します でここれれ言うとねいや大丈夫だよこれは層がついてるからその層で見上げればいいよって人 <laughs> ごめんなさいねそうざっとのこの層を落とすことができるんですよ、えー、ただのざっと説でもこれを書くことはできます。ね。えー、それからもう一つは今度はこれです。 <laughs> えー、感情の原因や判断の根拠ねでまあこ,れこんなに知らないって人のためにこれだけでしょうがないからレベル書いていきますか えこんなんがそうねで。またほら筆者マシしになってると困るからえもう一度確認しますけどえこの分動詞がここにあってえあとはそれからここにあるんですねで接続詞関係詞1個でザットなのこれねでまずパスという動詞多動詞なんですがえ、まあ、自動詞もありますけどこれ多動詞なんですがえ主語の「非」があって目的語のエグザームがあるのでえこれ後ろ完全な文ですえ後ろが完全になればえザットは自動的に接続詞です ね、ところが、えー、この「I want サプライズ」と、まあ、どっちにとってもいいんですよ受け身だって素直に言ってもいいしビータス保護だって言ってもいいんですが、まあ、どっちにしたってこれで分系は終わってるのかよでこれで分系終わってるんですからこの「雑説は M に出るわけですねでつまりあの今やってるのは何かというと最初に「Z」が接続詞だって言ってこっち側へ判断してったんですよでその後今こっち側の「M」へ出たんですねでところが今度はこっち側ではこういっちゃうはずなんですよなな、えー、なんであ別にあ前に前名詞なんかいないので 事実考え言葉って意味の名詞がいなきゃどうにもならないので、えー、そこで福祉節い行っちゃうでその中で見るときにほらこれ目の前に感情の原因ってあるでしょこうやって直前に感情が書いてあるとね、えー、その後ろの雑説これ福祉節で感情の原因なんですね、えー、やつが死刑に受かったなんてびっくりしちゃったってねそうそうそう、ね、そういうことがあるかもしれないでしょあいつが死刑に受かったなんて驚きだよねって。 ね、いやそういう人います。毎年合格者の中にはいますね。そう思うよ。いや今の時期になるとほら報告しに行くでしょ。で、ね、先生受かりましたって来るんですよ。でいや僕はさねあそうよかったねおめでとうとかって言ってるんですけど大西えこいつが受かっちゃったっいうことがたまにあります。はい、<laughs> だから皆さんも決して希望は捨てないよ今何言ってんでしょうね。はいそういうこまあ皆さんほらどんな奇跡も起こることがありますからね。前にも言わなかったっけいや実は俺の同級生でその奇跡で早稲田に行ったやつがいますよ えー、そいつはね早稲田の理工科なん受けたんですけどねあの最初の問題の英語の問題の1番の1の問題が分かんなかったので後で解こうと思ったんですねところがその次の1の2を1の1の 1, 1にマークしちゃったんですよそれ要するに1個マーク忘れああの抜いたのを忘れてずっとでその後彼は真剣に問題を全部解いてたんですよその一1個ずつねで最後に解答のが1個余るじゃないのよ普通そこで人間だったら考えるよねやつはね反省という2文字が辞書にないやつなんですよそいつ 1>, ね、1個余ったんであ,あおまけがついてると思って適当に塗ったんですね <laughs> そしたら受かったんですよ、ね、であのこれがですねどのののくらいの確率ななかを後ででみんなで計算しました何しろでたラメやったんと違うんですから彼は真剣に問題を解いたんです隣の問題を <laughs> それを全部美しく間違えていかないとしかもその間違え方が隣の問題の正解と合ってないといけないんですよねっ でそれで合格ライブを突破する確率を計算したところですね9の9乗の9乗分の1ぐらいなんですよね、えー、これあの分母が無量対数なのでほぼ確率ゼロなんですよ <laughs> ねでつまりこれはですねあの今後1万年以内に地球と土星が衝突する確率よりもっと低いんですよでも起こったんですね <laughs> えだから君にも何が起こらないとは限らない何の話してるのではいいいんですけどとにかく彼が浮かんたとは驚きなんですよ <laughs> あんてか本当にびっくりしたかみんなえって <laughs> さてまあそういうことですねでこういう感情の原因判断の告い,いで使えあと最後はこれですえこれはソうやさと一緒になって使うんですけどえ雑、ー、説ですえこいつはあのいわゆる程度の構文ってやつです因果関係じゃないよでまあこの種類があるこれで一応全部ですねだからこの黒板一枚に写ってる雑説がえこの世間に存在する雑説のほぼ全てです いやーまああとはあの口頭で一言言っておくとこれ以外に関係福祉の代用の「ざっとっていうのがありますけどまあそれはまあねそんなに滅ったにないので A を、えー、あえて覚えることもないでしょう、えー、これでたくさんですつまりこの黒板一枚に書いてあることを全部見ればあなたの英語のどの英語のセンテンスに出て「雑っ説明全部説明がつきます。 だからこの黒板1枚は頭の中にしっかり導入しておいてください、えー、各例文は自分で探すようにそれから当然君たちにもう一つ追ンと言っておきましょう、えー、この福祉説の雑説を見ていると何か気が付きませんか意味は目的と結果と感情の原因と判断の根拠と程度なんですね何か気が付きませんそうそう不定詞の福祉用法の意味とほぼ同じです不定詞の福祉用法は目的感情の原因判断の根拠条件結果ですねで条件がないだけなんですよ、ね、程度もありますよね だからみんな同じなんです。つまり不定詞の副詞用法と副詞節の雑説は双子なんだよ。ね、そういうこともちゃんと切り替えしておくといいでしょう。えー、ということで、今回の雑説についてはもう終わっちゃってるんですが、えー、B 動詞の保護になっていますので、えー、名詞節でということっていう訳をしたわけです。こういう判断の中で行われていることだということを忘れないでください。はい、こいつはおしまい。